神別清原氏は、平安時代、8世紀末から9世紀後半にかけて、親戚降下した100人以上の皇族に対して、歌死された氏。略称は、清氏。政治家、学者として大成した右大臣、清原夏野をはじめ、天武天皇王子とネリ神皇の後院が多い。特に天武五世今後の清原悠悠を子祖とする、一流が著名で、中古三十六家川の一人。 清原深谷部、その孫の36河川及び、梨坪の5人の一人、清原元助、そしてその娘の女流作家で、枕の創始を表した、清少納言らを排出した。なお、妙行堂を科学として明治維新後に家族を多数、排出した広住流清原氏は、同盟の別氏族である。清原氏は100人以上の皇族に与えられた、日本史上屈指の大生で、 どの天皇から派生したかすべてが明記されているわけではない。大部分は天武天皇の御子である、舎利神皇の光栄だが、他に美達天皇の皇孫である、九だ王の光栄の系統もある。死の古称である清原は清元とも記される。由来は明らかでないが、美笑によるもの、あるいは明日清原の宮の地名にちなむと想定される。 奈良時代後期の天平法治8年、美達天皇の後裔である、大原都良麻呂が、清原清史帝に改正解明されたのが、初めての死政令であるが、早くも、後期3年には、大原正都勢に服した。平安時代に入ると、延暦17年と練り新皇の王子である、三原王の後裔の友女王、長谷王が、清原正都勢を与えられて、親戚降下し、 天武天皇系の清原氏が現れる。初期の清原氏の詩人として、著名なのは清原夏野である。夏野は、友上王らと同様に、三原王の後裔で、はじめ、重の王と称したが、延暦23年友上王らと同様に、清原正人の姿勢を、父、小倉王によって上奏されて、親戚降下し、また、寒武天皇王女。 茂のない振道の意味がを避けて、夏野に解明した。夏野は、順の朝で異例の昇進を果たすと、五位の将王に、過ぎなかった父、小倉王を遥かに超えて、12位、右大臣に至る。夏野は、政治、学問の両面で結出し、礼逃げ、大理式、日本語記などの返纂に関わった。なお、順の朝では前日の清原馳も、参義として苦行に列している。 歌唱三連には、夏野の近親の悠々王が、清原正人生の姿勢を受けた。この悠々流からは、悠々の矢者子の清原深谷部が歌人として、なおなし、さらにその孫で三十六河川の一人、清原元助や、元助の娘で、枕の創志を表した、女流作家聖少納言が出るなど、文学面で足跡を残している。後世清原世を称する族は、では、 下付紀伊、筑前などに分布している。なお、江戸時代後期の群書類10番、清原氏系図では、明行堂で栄えた、清原広住流の清原氏が悠々流の系図に繋げられ、後の節に挙げる、小玉光太編、日本史年表、地図の系図等、21世紀初頭現在でも、外説書の類ではこれを採用するものもある。しかし、世紀以降、 日本史や史族研究を専門とする研究者からは基本的に支持されていない。また、文書類10番では悠々王が天武天皇三世今後であるかのようになっているが、この点も日本文徳天皇実録の五世今後説に反し、問題がある。清原氏に親戚降下した例は日本語記をはじめとする六国史に極めて多く掲載される。以下の一覧のうち、 上は13年7月に清原阿蘇が可視された、例以外はすべて清原雅人である。以上の六国史に基づく記録以外では、長瀬王が延暦10年に清原雅人の姿勢を可視されたとする説もある。以下の経図は、国史大辞典、清原氏を基礎に、日本文徳天皇実録天安元年12月上を、元にやり様を天武五世今の位置に置き、さらに、 和啓王流、石浦王流、清原重文流、清原玄帝、清原いたす神を加えたものである。神別清原氏実践は、実施、転戦は要使。以下の慶譜は悠々王を、天武天皇賛成孫とし、さらに妙行道清原氏の園の広積を悠々流と、する、軍書類重説に基づくが、本文中に述べたように学術上は支持されない。小玉幸太編。 日本史年表、地図に基づく清原氏系図、ありがとうございます。